はい、ということで第6回、本命波乱決定戦ということでね、優勝戦でございますけれども、前回も一遍勝負で外してしまって誠に申し訳ございません、ね、順位も佐藤哲夫さんに見事な的中で、抜かれまして、なんとかここは起死回生の一撃を狙っております。今回の予想はこちらでございます。21から56、12から6ということでございまして、ねえ、もう12からちょっと硬いの行きたいところなんですけども、届かないと思ったんで、12でも一番穴目、まあ、山崎選手今日の順位もいい走りでまだ道中さばいて、の2着だったんでというのもあって、1、2からは6でございますけれども、この2、1の方が本戦でございます。上野選手もう初日から道中いいなと思って見ておりました。で、明日はですね、1号艇の石部選手と3号艇の赤坂選手が、地元です、もう絶対にフライングは切れないというところと、あと4号艇の森澤選手がスタート行った時に、石破選手も完璧な足ですから、逃げに行くと思うんですけれども、多少張った時に上野選手はそこをつく足が あると思って、まくりはなしの21から、56というこの3点勝負の1万円で、勝負したいと思います。ね、シーズン1なんとかね、3位以内には入りたいと思ってる予想ですんで、どうかよろしくお願いいたします。それとですね、10月4日からの、日刊コム杯でございますけれども、私、毎年お世話になっている長崎のお仕事がございまして、それがたまたま日刊コム杯の初日に、前乗りという形で行くというので、早めに飛行機取って、なんとですね、10月の4日大村の日刊コム杯初日で落語をやるという、6レースか7レースかのその発売中に、開催いたしますが、どうか、このフラケン王選手権見てくださってるお客様、一度落語できんだみたいなね、そういうので遊び来ていただけるとありがたいと思ってますんで、どうかよろしくお願いいたします。それとですね、いつもの、応援キーワードというのがございまして、そのキーワードの私の文字がですね、何でしたっけ、おでございます。おカタカナのおでございます。どうかそちらも応募の方をよろしくお願いいたします。そして最後の、いつもの謎かけでございますけれども、明日の優勝戦の優勝者とかけまして、我々落語協会の一番の寄せと解きます。その心はどちらも上野です。上野選手と上野鈴本演芸場、これで明日シーズン1ラスト勝負です。ご視聴ありがとうございました。